相談が多いです。お呼びいただきありがとうございます。男ってすげえ嫌い、頭なんかおでんだよ。お疲れ様です。お疲れ様です。いや、来ましたね、はい、来ましたというか2回目ゲスト呼ぶのは、はい、どんだけこう不定期なんですかこれ。これはもう不定期のレギュラー番組です。不定期のレギュラー番組ですよ。もう3年前ぐらいちゃうんすかあれ。ルッキーが来たやつでしょ。はい、安保安保で今一生懸命燃えてますから、ね、あいつはもうずっと燃えますから、はい、もう俺たちは燃えてなんぼなんで、はい、誰でしたっけ、誰が好きなんでしたっけ、あの時は深夜がずっと言ってた大臣誰ですかね。ジョブトンの話、ジョブトンや。今日もジョブトンの話は盛り上がりますか。ジョブトンやってたね。俺数えたんですけど82回言ってましたからね。ジョブトン82回なんか野鳥の会みたいにカウントしたの。そう、俺ずーっとカウントしたんですけど82回は新記録。今日のゲストなんですけど、ちょっと僕ら怖くてかなりこう今日の方もおしゃべりが上手な方なんで、いやちょっと終わるからなと思って。いやでも終わんないですね。あの1時間でお願いします。いや30分でよ。待って待って、行くぞ。湘南の湘南の王子、湘南の湘南の王子、早速呼びますか。はい、もうこの人はほんまに巷ではモテてしゃあないらしいですから。はい、僕もあの街中で結構見かけるんです。歩くテストステロン。もうそれで分かったでしょ。じゃあ、はい、あ僕ズネバレンさんお願いします。まあ、お呼びいただきありがとうございます。本当にいや俺はお世話になってるほんま、まあ弟2人みたいなもんですね。いや深夜がどうしてもね、そうですね、前回のすごいバレンさんに、はい、めちゃくちゃちっ俺もね、あのね、ちょっとマジであのね、はい、前ら本当にね、あれを流しただろ。俺あの後何人からも LINE が来て、バレンさん絶倫なんですか。バレンさん、これ湘南で腰振ってるって本当なんですか。お前本当にね、影響力強いんだからマジやめてくれよ本当に。まあほとんど言ってたのは深夜ですから。だって41、40 42です。42でしょ。でもみんなだんだんこう折れてくる年なんですよ。そうですね、上がっていってますからね。そう、棒倒し、棒倒し。ええ42歳、深夜は40歳、なられたんですよね。おめでとうございます。あ、バレンさんも誕生日、5月なんですよ。で、俺も5月で34になったんで、まあまあおっさん軍団ですよ。ブラザーチャンネルとか言ってますけど。でも、あの一番上が一番こう、なんていうの、混入してるみたいな。まあ確かに。確かに。いや、でも、本当、どこって、×できるって大事。ごめんね、ちょっといきなり言っちゃって、マジ大事。うん、これしないことには他に力がないもん。いやいやいや、いや、やっぱりね、やっぱり、ね、俺ね、全ての男のパワーっていうのはそこから来てると思う、絶対。え、だって試合前しない？しない。え、本当？するの？ほんと、え、お泣きにしないの？だから瞬発力ないんだよ、俺ね、絶対に。マジで、いや、ほんとに、いや、マジで、いや、ほんと、するべき、マジ。俺も全然しないですよ。しないの？いや、あのね、俺なんかもう、うん、バンバンやってますよ。いやいや、あのね、マジ、ほんとにね、ちゃんとデータ出てるんだよ。あ、ちょっとさっき喋っていいですか？あ、いいよ。あれね、オナニーは分からんす。うん、俺は、オナニー嫌いなんで、センスけど、はい、あ、女のことやるっす。で、愛のあるは、うん、テストストロンがめっちゃ出て逆にいいって論文で発表されたって聞きました。愛のあるは確かにテストステロン出る。そうですね。だけどそれはスポーツのパフォーマンスと関連して検査されたものじゃないのよ。アメリカでちゃんとデータがあるんだよ、これ。オリンピックの選手に競技の前の、1時間前に抜かせるとか、1日前に抜かせる、2日前に抜かせるって。大体これでね、2日我慢させた時が一番パフォーマンスが良かったっていうデータが出てるの。2日でいいんですか？2日が一番、そのもちろん人によるけどね。はい、で、俺は自分で試したのよ。俺マジで、はい、自分で試したら俺は4日だった。あ、長い。そうで、5日目とかになるともうね、集中できないのよ。もうケツーとか、あ、足、そっちに行けすぎてね。そうそうそう、もうそっちに行っちゃう。だからそのね、なんていうのかな、この4
日目が一番俺はナイスパフォーマンスができる。そう絶対ね、あきくんもそうやるべきだって。本当に今から我慢お願いします。俺多分もうリアルなお猿さん連れてきたんだよ。後半に話すような下ネタから始まったんですけど、こっから何話すのか。あれだよ、あのバルンさんのアルバのボクシングの解説とかめちゃくちゃわかりやすい。ああ、それずっと言ってた。なんかボクシングって見にくいんですよ、すごい、ね、うん、あ、なんかボクシングのそういうことは言いますもんね、ボクシングやっぱこう見てて見方がわかんないですよ、うん、それをちゃんとこうわかりやすく教えてくれるから助かるんですよね。ボクシングはね、もう自分たちのヒストリーにあぐらかいてんの。俺たちはね、長くずっとやってきたあのスポーツで権威があるでしょって、うん、見てる視聴者フレンドリーじゃないんですよ。なのでなんかそれを見た時に、すげえ俺ボクシング好きなのになんでこれが伝わんないんだろうと思ったら、そこだったのよ、その解説やそういうことをしてる人が。だからすごく嬉しかったです。それはアメリカでもそう。アメリカは実況たちがいるでしょ、ね、で実況たちがいてコメンテーターが2人でしょ。面白いのがこのコメンテーター2人が必ずしも同じことをほとんど言わない。要はこっちは A がいいとか言って、こっちはいや B がいいとかって言ったりするんですよ。でね、俺思うに視聴者って選択肢があった時点で、あ、考えるのは自分だっていう方向になるんですよ。でもこれみんなが AAA って言ってると、あ、A として見るんだなみたいな感じの目になっちゃうから、なんていうのこう育たないんですよね。こういろんな意見がないから、うんうん、面白みがなくなる。そう、うん、海外はね、もう本当にね、もうコメンテーターからもうその実況まで自分の意見を言うこと自体に価値があると思ってるやつらばかりだから、そんな中に混ざってるとどん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 自分でこう覚えていくというか、うん、日本だとどっちに勝たせたいか解説って分かっちゃう。そう、うん、大したいいパンチ打ってないのに聞いたーとか全然聞いてねえ聞いてねえ聞いてねえ、まあ、確かに分からんってか、そう俺本当に俺ああいうの俺腹立つもんマジで、すげえ嫌いマジ、うん、だからねえ嬉しい、なんかそうやって言ってもらう。まあ面白いですよほんま。だってバレンさんってもう一応現役は引退されてるんですよね。ほんでボクシングの解説行くじゃないですか、現役選手と喧嘩しだしますか。どういうこと。だから解説行ってるわけじゃないですか、うん、リングで試合してるやついるじゃないですか。そいつがいきなりなんかバレンさんに喧嘩売り出して喧嘩しだすんですよ。あのね、いるのよヒロキングね。あ、まあね、もうあいつヒロキングというのも嫌だ、あいつバカキングだからね。もうね、もうなんつうのかな、そう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 、向こうがね、煽ってくるんですよ、煽ってくる。あのね、まず対談したのよ。しかも対談もね、俺からさせてくださいじゃないよね。亀田ジム側から俺に連絡が来て、どうかね、あのバカキングとあのミツロっていうヘビー級のやつがいるから、うん、対談してほしいと、ちょっと上げてほしい。上げてでね、で対談で俺言ったの、俺は対談してもいいけど俺ボロクソいますよって、あ、いいですと、もうバレンさんのままで言ってくださいって言って、でいざそこに対話になった時に、まあ、ボロクソ言ったわけで、あいつその場ではもう何も言えずにもうね気取ったくせにね、いざあいつのなんかしないけど試合でもないわ、エキシビションやわ、 あいつエキシビションやわね。エキシビションの会場の試合の俺コメンテーターとして呼ばれてたのよ。あいつがその、エキシビション終わった後に自分だけマイク持ってることをいいことに俺に凄んできたんですよ。おい、俺お前のためにボクシングやっとるんやないみたいなこと言われて、何でもう全然ね、もうね、あ、本当にあいつね、いやあれね、顔がはんぺんじゃなくてあいつ頭なんかおでんだよ絶対。あ、ほんとね、なかなかいないじゃないですか、引退された選手が現役選手と喧嘩するって。現役のさ、志の低さ、ね、だってもうやめた人にさ、俺やるぞって言わないでしょ。いや、あれ、嬉しい、そこ俺言って欲しかったの、誰もみんな言わない。現役選手がもし燃えるんだったら、あいつはね、俺はなんか日本一有名な4回戦やとか言っとんよ。まあもうその4回戦っていうそのがもうおかしいけどね。でも言ってんのよ、一有名な4回戦だと。だったらね、この4回戦や6回戦の中でちょっとこいつ強そうだなってやつを指名しろよ。なんで俺に俺とエキシビションやれや、なんだよ俺もうね。いやもう本当にそうなのよ、もう志の低いこと低いことで、あれにスポンサーつくって言うんやから。いやもう、いや俺本当にもうおかしいよそんなの。元気だねまだ。いや
じゃあもう、ね、ヒロキングと、バレンさんは成り上がりボックスで決定。そうですね、はい、次出てみたら、はい、あの狭いあのもう俺もうあいつと同じ空気も吸いたくない。ボクシングのスパーリングしたっすね。めっちゃしてました。あ、奥さんも見に来てくれはったっすもんね。俺あれで、すげえなと思ったの。なんでなんすか。え、だって思いっきりだってプロボクサーじゃないって、はい、悪さプロボクサーと思いっきり打ち合ってたじゃん。はい、めっちゃやっぱすごいなと思った。いや、練習してもらってね。ありがとう。だいぶあれでアホなったっすね。去年やったじゃないですか、1年ずっとやってて、やっぱもうバレンさんとかね、教えてもらったからすげえ向上しましたよ、ボクシング技術は。いや、あれはすごいと思う。ほんで、天狗になったんですよ、うち王手になって、うん、ボクシング生まれたらキックボクシングできる思って1年ぶりにしたあの結果ですよ。でもあれバレンさんのせいや。すごかった、めっちゃ頑張ってた。なんかもっと、ね、もっとこうなんていうの、エキシビジョンみたいなことしかやらないんだと思うんですよ。ちゃんとプロボクサーとちゃんとボクシングの練習してて、うん、あれ偉いなと思ったんですよ。いや、ほんとあれですよ、ドバイも一緒に着いてきてくれて、あれですよ、あのメイウェザーとマルコメと乱闘なってる時もずっとそばでやってくれてたんですよ。ほんで守ってくれるんかなと思ったら、ラウンドガールのずっとケツ取ってずっと折れへんなんですよ、揉めてる時。いや、こいつがジャーンと揉めてた時にね、あのなんかあったらしいんだけど、俺ラウンドガールがもうこれももうすごいのよ、ほんとに。もう、いや、お前ら、お前ら人造人間だろっていうような感じだったよね。もう本当になんか普通の感じの体じゃないの。もうそれをこうカメラにどうしても収めたくてずっと撮ってたら、なんかちょっといろいろあったらしい。そうなん、ごめんね、ちょっと。でも俺なんか今日似てる。あ、俺から見て二人を似てると思う。本当に。なんでよ。いや、でもあの俺すごいと思ったのは、ちゃんとあのボクシングを教えてる時はすごい理屈があった。そうでしょ。だから一緒なんですよ、そういうとこ一緒で。奥さんもめっちゃふざけてる、普段めっちゃふざけてるけど、もう格闘技に関してはすっごい真面目やし、で熱いんですよ。結構多分世間的には2人冷たいっていうか適当やと思われてると思うんですよね。人情ないと思われてると思うんですけど、むっちゃ人情味あってめちゃくちゃ見てくれるし、セコンドとかもやっぱ2人すごいですからね。なんか言ってること、あ、 MMA でも同じだなと思うって言ってた、うん、やっぱ打って回るってずっと言ってて、うん、回って相手打ち返してくるのも、うん、打ってまた回るって言って、うん、やっぱ理屈があるんだなと思って、うん、それをボクシングって僕打撃だからパンチだけだけどさ、うん、殴り合いだけになっちゃう、うん、その理屈としてやったら、これこうやってやってたら面白いなと。俺はね、自分が金融会社の社員だったんで、うん、もうまあ本当に片手間にボクシングやってて、でまあタイトルマッチやって、この試合やったらもうやめようと思ったんだけれども、もうどうせ最後だから、今まで俺すげえテクニカルなことばっか考えてボクシングやってた。でもちょっとその試合だけね、もう切りってやろうと思って行ったら、あのね、負けたんだけども、なんか初めてあんなに人から試合終わった後に連絡もらったのが初めてだったの。感動しました、こうでしたって。なんかどうしてもなんかやりきってない自分がいて、これでやめんのもったいないなと思って門井ボクシングジムに入ったのよ。で門井ボクシングジムに入った時に、トレーナーは自分で決めれるっていうシステムだったの。そうなんで、俺トレーナーを選んでる時に、ちょうどその時にね、一人俺が入った時にちょうど試合をして、試合で倒れてくも膜下血腫になっちゃって試合できませんってなっちゃった選手がいたのよ。その選手は熊本から東京に来て、門井にやっと移籍できて初めての試合でそうなっちゃって、でももう復帰はできないのね、ボクシングで一回くも膜下血腫になっちゃうと。で毎日ジムに来てただ見てるの、ずっとこう寂しそうにね。で俺知らなかったから、どうしたのって言ったら、そういう話聞いて、さあ分かったって、じゃあお前ねって、やることねえんだったら俺トレーナー決まってねえから、ちょっと俺のミット持ってくんないって、ミット持ってくれたのよ。ダン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 って打つじゃん。さ、まだ初めてだから、その子ミットも持ったことないから、パンチが顔とかに当たったりするわけで、危ないよね、そのね、だってもうクモが消えて、今思うとね。そう、でもね、そいつ言うの、いや、バレンさん、バレンさんは自分の試合ある人って僕のこと気にしないでいいですと、僕我慢できますから打ってくださいっていうので、俺、そいつがそういう熱を俺にくれたら、俺手抜けなくなっちゃって、6ラウンドまでやったんだっけ。で俺その時に思ったの、次に俺のトレーナーになる人ってこういう人がいいなと思って、俺その足でそのまま門井ボクシングジムの会長に、こいつトレーナーじゃないけど俺のトレーナーにしてくださいって言って、俺のトレーナーになってくれたのよ、奥村っていう選手なんだけどね。そう、門井ボクシングジムに入ってからもう全部自分でチームを形成したの。
奥村はトレーナーになったこともないから何て言えばいいかも分かんないのよ。なんで喋る言葉とか何て言ったら選手がすぐ分かるかとかっていうのも俺と含めて一緒に考えたの。だから俺はコーチとかに伝えたりするときに何ていう言葉でこいつ言ったらすぐ頭にピッと入ってできるかなっていうことをめちゃくちゃ考えてる。めちゃくちゃいい話。そのトレーナーは最初最後まで一緒って最後まで一緒です。一緒なんだ。今もトレーナーやってます。そう。ボクシングの練習ってどういう練習なんですか、ボクシングの練習。まあ、例えばじゃあミット打ち、バックスパーリング走り込み、もう全部多分あんまり変わんないよ MMA と。 MMA はそのまあグラウンドとかそういうこう場面場面の練習をしたりするでしょ、ボクシングもそういう練習はしたりするけれどもあんまり変わらない。ボクシングも総合格闘技も結局ね、多分みんなの目には誰対誰でしょ。俺ね最終的に思ったのはボクシングもこのチーム対あのチームなんですよ。奥村毎朝3時に俺の寮に来るの。俺を起こすために2人で走って10キロ走った後に俺はそのまま会社に行って、会社から戻ってまた奥村とトレーニングしたから。会社ずっとやってたの？ずっとやってた。いつまでやってたの？日本チャンピオンになるまで。これすごいね。ええ話だから勝ったよね。新人王も取ってすごい有名やったんですよ現役の時から。ボクサーとしてはね、もう本当に花形まで行ったと思うんですよね。叩き上げでチャンピオンになった多分俺最後だと思う、僕25でプロになったんです。遅かったんですよね。24でプロボクシング始めたので、階級が僕スーパーライトは僕減量しないので、もうほぼナチュラルで 63.5 のボクシングの 63.5 ってでかいよね。でかいし体すごいすごい。だから圧倒的にちっちゃいと思う。ちっちゃいですよね。ちっちゃいですね。いや嬉しい、なんか褒められてる気がして。でも全部カットです。なんでだよ。コーチとスパーやってたのは、本当俺は危ねえなと思って。危なかったですよね。ボクシングやっぱ危ねえなと思って、ずっとだって頭を殴り続けるわけじゃん。あれ平気でね、マネンさんそのまんま裸に、ね、帰ってきちゃって。あれ湘南に行ったんですよ。いやでも本当にあの日はそうなの、はい、湘南じゃ由比ヶ浜ね、あの日は、ね、そう俺ね、どっちでもいいわ。ね、いやあの日はしかも俺由比ヶ浜に行く予定があって本当行きたくなかったんだよ。あそのスパーをね、スパーにね。そう、そしたら俺もうやったらすぐ帰るからねって言って行ったの。俺もうシャツぐらい嫌い。だから自分のね、あのボクシングうまくしてくれた飯田トレーナーがもうバレンさんすごいこう好きで、バレンさんと練習することがすごい勉強になるからっつってずっと呼んでくれはったんですよね。飯田さんもすごい熱いし、だからボクシングのトレーナーって結構多いですね、熱いトレーナーというか、そうこう選手とあんま MMA とかないでしょ、2人1組みたいな、ね。